はいどうも、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルということで、今回、えー、ルバンカップのプレビューですね、えー。長崎とジュビロのプレビューやります。よろしくお願いいたします。と、えー、いうことで、さあ、まあ、現在地を知るっていうのが一つ大きな、えー、テーマになるんじゃなかろうかと。 いうところただ、ジュビロはね、まあ、ジュビロも長崎もそうですけども、連戦なんですね、長崎も中、えー、3日、ジュビロも中3日なんで、まあそのゲーム感覚的にはこの試合までは一緒なんだけども、ジュビロはこの後と中2日でまた J1 のゲームが、えー、土曜日かなに行われると。 いうとこなんで、長崎は今度日曜日中3日空くんですよね。で、こういえばジュビロは多分結構メンバー変更をしてくるんじゃなかろうか。で、長崎も基本的には今年はね、どんなに過密日程であっても、もうターンオーバーをなかなかしてこないですし、ただ今回は多分荒井選手が出ることがおそらくできないんじゃないかっていうところには。 なりまた、まあ、多分ね、えー、新井選手は前回途中で怪我で交代したのでスキップすることが濃厚というところなんで、まあ、その最終ラインの変化は長崎は。 えー、あると、えー、思うんですけれども、さあ、えー、まあ、両者、まあ、ただ、特にジュビルはね、結構メンバーを、えー、変更せざるを得ないと思いますんで、まあ、そこで、まあ、現在地を知る、まあ、まあ、J1 クラブ、それでもやっぱ J1 クラブなんでね、まあ、自分たちの今やってるサッカーというのは J1 クラブ相手にどんだけ通じるかというところはちょっとね、見せてほしいというところですけどもね、じゃあ、こちら。 てところころちら、えー、長崎1ビ秒というところで、これは、まあ、カテゴリーは違いますけどもね、ね両者の各カテゴリー違うけども、一応、えー、J2 リーグの順位表の長崎と、えー、J1 での順位表の岩田にはなってきます。長崎現在 J2 では勝ち点が21で2位というところです。まあ、22得点、えー、取ってますんで、本当破壊力あるという攻撃陣ですね。まあ、この後触れますけど、下の方の、ね、最近の得点力が見事ですよね。で ジュビロ本当、今年ね、J1 に上がって帰ってきたジュビロにはなります。勝ち点が9で13位というのがジュビロのえ今シーズンの結果にはなってきます。まあ、3勝5敗なんで白黒しっかりつけているジュビロの今シーズンというところですね。だからまあ 昨年まで同じカテゴリーでやっていたもの同士じゃあ、この差っていうのがまあカテゴリー変わってでこの数ヶ月の間にどんだけ変化したかってところちょっと注目点の一つではあるというところでしょうでリーグ戦直近5試合で今日は長崎が3勝2分けっていうのが直近5試合の長崎なんですけどもまあ得点というところがね熊本徳島相手にねまあ2試合で10点取っていて破壊力あるところを見せつけてますね。まあ シーズン開幕前のゴタゴタがね、えー、何だったんだっていうぐらい調子を上げてきてるでこれ今調子がいいというのは多分指導日が遅かった影響が今いい意味で出てるのかなっていうね感じます多分長崎で今年ね j リーグ六十クラブの中でも結構遅い方のキャンプインだったんですよねこれはカリーレさんがまあ全監督がですけどねまあ六週間でチームを作っていくっちゅうとこでキャンプの設定までしていってねどっか行っちゃうとね、えー、とんでもないこと出てきたカリーレー長とかねいる ですけども、ね、いや本当ね、狩猟監督、前監督がですけど、まあえー、6週間で、ね、キャンプやるというところだったんで、指、ま、導、あ、日が遅くて、その影響でちょっと最初の方は、ね、あんまり結果が出なかったんですけども、まあまあ、このキャンプの延長線上と、ね、僕は考えていたこの開幕の、えー、数試合なんですけども、やっぱ右肩上がりに調子を上げてきていてますね。まあえー、ね徳島の6点勝利というのも見事でしたし、で熊本戦も、まあ、熊本戦はでも 4対3中ね、ねスコア以上に後半苦しんだイメージがありますんで、この中で言うと、割と僕は山形戦の勝利が好きかな、えー、保持率を相手に譲っておいて、しっかりねカウンターで刺すみたいなところ、まあ、内容自体は特別良かったわけではないけども、ただそう、自分たちはやっぱ下平さん、保持型の監督なんで、保持型以外のところ、非保持でも強い目を出した山形戦だったんで、僕はこの試合の勝利って結構気に入ってはいるんですけどもね、中ところでございます。で長崎は次が 横浜 FC との大一番があるんで、まあ、この試合はそこに向けてメンバー温存でもいいのかなと思いつつもう多分下平さんはそんな変えない感じがしますんでどんなメンバーで来るかでしょう10秒、貯金5試合が2勝3敗というところ10秒、まあ、もやっぱ波はあるんですよね波はある一方ででも、やっぱ J1 相手にもしっかり結果を残していると。 いうとこですですさっき言った中2日のゲームになりますんでおそらくかなりガラッとメンバーを変えてくるんじゃないかというところでございましてこちらこれが前回の両チームの先発メンバーにはなってきますまあ、この前回の先発メンバーに関してはあんまりジュビロは参考にならんかなっていうところでしょう多分ね本当総特会は言い過ぎかな総特会は言い過ぎだけれどもおそらく半数以上は変えてくるんじゃないかと。 いううところでしょうかねまあセンターバックのところもどうなるか森岡さんがそろそろ入っていくんじゃないかという話もありますしボランチもだボランチでも選択肢は多いかなというところまあウイングも選択肢は多いですし、まあ、もしくは本来そこで使われていないような選手がそこで使えるみたいなそこを試しながら。 やるる可能性もあるまあそういうところでジビロはメンバー変更必須というか、ほんと次以降のゲームを考えたら、まあほん中2日でゲームが待ってますんで、まあこれあくまで参考程度です。このメンバーが何人出るかわかりませんが、まだスーパーサブ的に J1 でね、活躍して,く活躍してる、ね、活躍してるジャーメイン量がね、えー、現在覚醒中のジャーメイン量が途中から出てくる可能性もありますし、まあどんなメンバーで来るかでしょうかね。で あ長崎はトラスターでのゲーム中いうのは本当日に日に、ね、少なくなってきていますんで、まあ、少しでも長く多く、ね、このトラスターでのゲームを、えー、していきたいという選手、サポーターはねいるんじゃないかというとこでしょう。でまあ、ジュビロのサポーター向けに話をしていくとやっぱ秋野の存在感はすごいこの選手本来、今年いなかったんですけどね契約満了でいなかったんでしょうけれどもただ本当はいなかった選手はこんだけね、えー、活躍しているのを見るとねやっぱりね監督によって使われ方とかでやっぱ選手 もう1個、進化できるんだな、何歳かでも進化できるんだなっていうのちょっと感じましたで、田中選手ですよね、あとはねセンターバック、この選手のフィード能力も一発えありますし、本当、苦しんだ田中のフィード一発でね問題解決できるみたいな。 ところもあっ,てでやっぱ田中選手は本当の意味でこうビュードアップがうまいですよね。なんかやっぱこう人によってはっていうかこうパスをつけれることがなんかビュードアップがうまいみたいな,なんか評価になる選手もいるしされてしまう選手もいるんですけどやっぱ本当にビュードアップがうまい選手って2手先3手先を読んでパスを出すとかでまあプレーをすることができる選手じゃないかっていうのはやっぱり自分の中ではね。 思うんでそういう意味で田中選手は1手先、2手先の、まあ、未来が見えたプレーをすることができるんで、まあ、ビルドアップっていうか本当ねパサータイプこの選手割とボランチとかアンカーでも活躍できるんじゃないかっていう、ね、イメージがありますけども、まあ、本当にこう足元がうまい、あ、試合の先展開が読める、えー、ビ,ルドビルドアップがうまいセンターバックこれが田中選手にはなるんで、まあ、ジュビロからしたら、ね、こう田中選手をどうするかというところ一つ鍵でしょうし逆に J1 の先、ね、まあ仮にジャーメインとペイション ツートップでくればねやっぱ田中選手はそこのプレッシャーにさらされていつも以上のまあいつものプレーが。 できない可能性ももありますけどもただそこはやっぱけ見てみないとわからんというところでしょうし、まあ、田中選手が一つね、進化するきっかけにもなるかもしれません。で、なんだかんだで一番手がつけれるのが、マテウス・ジェズスですね。マテウスね、バチクソハマってますね、このサッカーにね。まあ、ちょっとまた最後の方に紹介しますが、マテウス・ジェズスの調子がいいというところで、まあ、僕も1年前かなのマテウス、のマテウス選手がね、加入するっていうニュース聞いて、多分僕は結構長崎のマテウス マテウス選手の加入は、多分誰よりもって言ったらいいかもしれませんが、相当喜んだ男の一人で、まあ、ガンバ大阪時代からマテウス、まあ、ガンバ大阪時代は半年ぐらいしかいなかったかな、だけども、その半年間で見せた、ね、このパワフルなプレーっていうのが好きでね、ずっとね、いつか見てなってもう一回見てみたいなと思っていたら、ね、去年、長崎に来てくれて、本当に嬉しかったんですけれどもね、それに加えて、この活躍なんでね、なお一層のこと、れ嬉しいというところで、マテウス・ジェイの活躍っていうところは、ちょっとね、注目して見ていってほしいというところでしょう。 ちょっと中盤、やっぱつん疲労度がちょっと気にはなるかなっちいうの、ね、で、あります。まあ、休ませたい選手もいるでしょうし、そこをどういうふうなメンバー構成で長崎が来るかといったところでしょうかね。で、こちら。ってところで、数字の話には、えー、なってきます。で、まあ、チャンスコーチクイズですね。まあ、ジュビロはね、オフェンス面に関しては、まあ、J リーグ平均的な数字を残している。まあ、平均よりも何な,ならいい数字を残しているのがジビロと。 えいうところです。だから白黒ついているんで、やっぱいいとき悪いときのゲームが、まあ、僕もジュビロのゲーム全試合見てるわけではないですけども、やっぱいいときはね、えー、粘り強くやることができるし、足も止まんないんだけども、やっぱ悪いときはふとした瞬間に失点するみたいなところがある。これやっぱ J1 でのプレイっていうところ今後また慣れていく必要があるのかなっていうのを感じております。だからまあ、どうだろうな、どっちがボール持つんだろう、ジュビロがボール持つ展開に。 なるのかな、ちょっとそれも気にはなりますけども、一応こんな感じの、えー、両者の数字。だからジュビロに関しては、まあ、ディフェンス面もそんな極端に悪いわけではないんですけども、本当ね、J1 ね、1年目、復帰して1年目の割には全然通用していますし、逆に昨年まで一緒に、えー、J2 で戦ったジュビロがこんだけ数字残していますんで、ここに勝つことができれば、まあ、さっき言ったメンバーはどうしても落としてくるでしょうけどね、やっぱり J1 のリーグ戦でやってるメンバーとはジュビロも、ちょっと違って落としてくる可能性もありますけども、ただまずはその J1 のジビエを相手に、どんだけやることができるかどうか、ここをしっかり勝つことができれば自信にもなるでしょうし、まあ、長い目で見たら、いや、俺たち J1 でやれる力があるんじゃないかっていうね、ところを見せることができる、そういう気持ちにさせることができる、勝利になるんじゃないかっていう感じをしてますんで、ちょっと頑張ってほしいというとこですね。で、こちら。 で、ところで、その他のサツは一応こんな感じ。まあ J1、J2 ですね。まあ各カテゴリー違うんでね。どこまで参考になるかでしょうけれども、一応こんな感じの数字とい,いうとこで、まあ、参考程度ですね。で、こちら。 で最後、えー、注目選手に関しては、まあ、マテウス・ジェーズはだから入るんですよねさっき言ったインサイドハーフの選手中盤の選手なんだけども9試合で、えー、5ゴール2アシスト中、ね、すんごいですよね9試合で5ゴール、えー、2アシストなんで,きで7得点に絡んでいるマテウス・マテウスジェーズというところで本当プレーがパワフルです本当推進力があって、まあ、少なくとも J2 で、ね、このマテウス選手にフィジカル勝負で勝てる選手がじゃあ何人いるかっていうぐらい ぐらいやっぱり体が強いですしまあ、ゴリゴリとかフィジカル能力を生かしたドリブルができる選手にはなるんでまあ、ジュビロの選手は相当。 手手を焼くんじゃないいかっていう選手の一人です、まあ、マテウスに関してはでも昨年ジュビロは多分一緒にやってるかな加入時期とかその時次第だけども、まあ、マテウスに関しては全く、ね、知らない選手では、えー、ないと思っておりますので、まあまあ、知ってるけどもた昨年のマテウスとはまた違うっていうのはねどうしても、ね、あるというところでしょう。でやっぱジュビロはジャーメンでしょう、まあ、先発出てるかどうか。 わかりませんが、まあ途中からは出てくる可能性が高いです。今年8試合で、えー、7ゴール、本当和製オーバーメイアンが、ね、覚醒中というところなんで、まあ、ジャーメインっていうところはまあどのタイミングで出るかわかりませんけども、出てきたらやっぱりしっかり、えー、見ていかないといけない選手というところですね。と、はいうところ、今回はです。以上、パルンテージェルサッカーチャンネルございました。よかったと思ます。その